間中、さまざまな催しを通して交通事故の防止。今年に入ってから県内での事故による被害者は昨日までで3。この教室は石川県立ろう学校の幼稚部に通う子どもたちを受け入れるろう学校で開かれた今日の教室には、幼稚部の児童6人と母親が、金沢中警察署の向井明美交通巡視員が信号機の色や道路標識の意味、それに横断歩道を渡る際の注意、また別の交通巡視員が中に入ったうさぎのぬいぐるみも登場。金沢市久保にある県立ろう学校では、前、金沢中警察署交通巡視員の向井明美さんが絵本や手話を使いながら横断を分かりやすく指導しました。この後、子どもたちはお母さんと一緒に、委員は交通ルールは体験してみて初めて身につくと習慣づけてほしいと話していました。金沢市久保の石川県立ろう学校を訪れた明美さんとうさぎに扮した松本雅子さんの2人です。今日は幼稚部の子どもたち6人とそのお母さんの意味や横断歩道の渡り方などイラストを使って分かりやすく説明した後、子どもの体に合ったものを使用することなど注意点を説明しました。続いてチャイルドシートの取り付け力が必要なことに驚いた様子でした。県聴覚障害者協会によりますと、チャイルドシートの義務化を知らない人もいるということで、今回の講習会のような機会がもっと増えてほしいと話していました。今日は金沢中警察署の交通安全教室も合わせて